なんかアングルミスってる。こんばんは。とてもミスしてるね。こんばんは。やっほー。こんばんは。もうちょっと。オッケー。こんばんは。今日もありがとうね。こちらこそ見に来てくれてありがとうございます。今日も2日連続で配信できるなんて何日ぶりでだろうか。やだ、おやびん、おやびん、おやびん。こんばんは。テロップつけよう。待って、みんなめっちゃ親瓶じゃん。親瓶。待って、名前に親瓶入れちゃった。あら、あ、猫耳。猫、今日は猫の日か。猫の日だね。全然猫じゃないです、今日。すみませんね。でも、ま、あるっちゃある。猫、猫。お、あ、猫ある。じゃあ徐々に猫にしていこうかな。まずは徐々に猫にしていこうかな。ちょっと期待させすぎた。そんな、あの、そんなことないです。どうしようかな。テロップどうしようかな。待って、猫瓶って何？あ、わかんないけど、なんか気分です。気分、猫瓶っていう気分だから、猫瓶。おしゃべり会を申し込みよって、すいません。そうだ、消さなきゃね。このデマを流すことになっちゃう。待ってよ、やばいぞ。こっちの携帯のショールームはアップデートしていないようだ。どうしよう。もう一個の携帯どこやったっけ。知ってる？カバンの中かな。どうしよう。でも嘘を流すことはいけないからさ、ちょっとさ、お願いします。すぐ開けるから。イモビンもいる。あ、瓶の説明ね。そうだよね。
全然わかんない人もいる。あ、どうもありがとうございます。なんかね、そう、昨日の配信でいろいろあって、ゆはは親分っていうことになったみたいで、でも親分って可愛くないから親ビンってファンの方がコメントしてくださって、なんかわかんないけどちょっと今ブームがしてます。ブームがしてます。ちょっとわかんない、ブームが来てますね、親ビン。でもきっと多分そのブームも今日くらいで終わるのかなと思ったり思わなかったり。こっちからさ消して消えるのかな。固定コメントに親指入れようよ。いいね。いいね。でもさ、今日絶対それもう今日で終わらないブーム。ねね、コメント消えました？コメント消えたかな？消えた？よかった、すごい。すごいね、優秀。なんかもしようと思った。ハトのアバターがさ、昨日のと違う、ハトサブレのアバターになってる方がいる。ハトサブレすごいあるんだ。ファンネームが親指になりそうだね。もうさ、それは意味わからなすぎるよね。親指のまま、はてなすぎる。じゃあちょっと、待ってる子がいるので、待ってる子がやりたいことをやっていきたいと思います。さっき今日いろんなグミを買ってきた。買ってきたんです。まあいろんなグミって言っても、まあそういういろんなグミじゃないんだけど、開けたいみたいなので一緒に開封してください。まあ一個は開封してあるんですけど。開封しとかして。もう何もないの？中身空っぽ。あ、もう1個はちいかわ。中身はもうないみたいです。開封イベントじゃないよね。もう開封されてたよ。何を開封したいかというと、この裏についているシーツ。シールを早く開けてほしいって。まあこれユハのじゃないんだけどね、妹のを借りて、ただみんなと一緒になんかランダムものを開封したいっていうユハの欲望。うっ、はあ、取れないぞ。あ、待って、フェス発表されましたか？渋谷のアイドルフェス、マジ爪痕のファじゃなくてされたのかな。された。うされてた。そうなんです。ちょっとこんなの、こんなのちょっとこれ開封してから話そう。
かハサミないと開かないんですか。あ、ありました。ありがとう。いや、話してから開けるがいいよね。そう、3月11日に3期生全員で、3期生だけでなんとフェスに出演させていただくことになりました。すごいびっくりしましたよね、3期生だけで。すごい、これはめちゃめちゃ頑張らないと。みんなあの NGT のこと知らない方にもね、たくさん知ってもらえるチャンスだなと思うし、3期生のことをたくさんアピールできるチャンスだなって思うので、いっぱいいっぱい頑張りたいと思います。楽しみ。しかも意外とすぐ。楽しみ。私すごくたくさんのアイドルさんが出演されるので、私の好きなグループの方々もたくさんいらっしゃるので楽しみです。そう言いたかったんだ。すごく楽しみにしててくださいね。夕飯もとっても楽しみ。ということで開けます。開けていい？湯葉が開けていい？何希望なんですか？栗まんじゅう。栗まんじゅう。栗まんじゅうって入ってる？入ってるか。このね、妹は栗まんじゅうが好きみたいで、このこれだよね。合ってる。これが好き。これが好きなんだって。栗まんじゅうが好きみたいで。これってなんていうの、なんだっけ。ユハは名前わかんないけど、この子が可愛いなって。これなんていう子、綿毛みたいな感じかな。なんかハム太郎に出てきそう。さあ、何が出ると思う？予想。ちいかわ。あ、この子ってちいかわっていう名前なの？真ん中がちいかわ。あ、モモンガちゃん。それだ。かわいいモモンガちゃん。全然またげちゃんじゃなかった。ずるん。正解。あ。ハチワレと、この、これハチワレと、ラッコ。ラッコ？ラッコ？ラッコ、ハチワレとラッコだ。そうですね。おし、なんて書いてあるの？お師匠。親瓶じゃなくて師匠の方がいいんじゃないでしょうか。お師匠だ。かわいいね。そう、今なんかそう2人でちいかわかわいいよねっていう話をしてて、ちいかわって癒されるよねっていう話をしてて買ってきました。はい、以上。あともう一個はプリキュアのグミ。なぜかっていうと、なんでこれを買ったかっていうと、なんでだ、なんでだっけ。あ、プリキュアが見たかった。そう、今回のプリキュアが見たいのと、あとね、羽なんですよ、グミ。なんか多分羽モチーフのさ、羽モチーフってか、そのプリキュアがね、プリキュアもいっぱい羽ついてて、そう、羽が羽だから
買いました。そう、今回プリキュア見たいの、見たいけどまだ見れてない。でもこれは何も、あの、何もついてない。おまけなし。そう、開けたかったけど何もついてなかった。残念。ランダム系の開封って楽しいよね。本当に大好き。なんか生写真とか本当にさ楽しかった。アイカツにプリキュアまでやって。そう、アイカツ、そう、アイカツのね、映画も見に行きたくてね。アイカツ、あ、グミもうこれしかないですグミいっぱい買ってきましたとか言ったけど、グミこれしかないです。はい、今回キュアウィング、そう、なんか、めっちゃ怖い。なんか大きな羽グミっていうのが入ってるかもしれなくて、なんかすごいいっぱいいろんな形が入ってるんだ。羽だけじゃない。すごいすごい。羽をちぎってこうやるとハートになる。すごい。開けてみよう。しかもちぎったらなんかちぎらないでかわいそうだからなぁ、そう、何、ね、すごい見えるかな、このなんか大きい羽が入ってるかもしれないみたいなんだけど、これをちぎったらハートになるんだって。すごいね。ごめん、テロップに猫瓶とか書いてあるのに何も猫じゃない。でもさ、猫になりながらグミ食べるのってどうなんでしょうかね。猫の日だし、徐々に猫になる、うん、徐々に猫になるのめっちゃ多そうだったよね。ただここにハチワレがいるから、このハチワレで猫一段階踏んだ踏んだあ、でもちゃんとハチワレ出たか。ハチワレが出たので大丈夫アリビン、ちゃんと耳はここにあるんですよ実は。何ですか。うん、目の時間が流れてる何？で次の段階は妹子が猫にいいですよ、先にやってよ猫のポーズしました。ユーハしか見えない、ユーハしか見えない、本当に意味なさですぎあ、グミ食べましょう。あるんだよここにね、つける勇気が今出てない。
イモビンちゃん NGT 入ってくださいイモビン、イモコもいつかイモビンになっ、いつからかイモビンに変わって、じゃあグミ食べてる間だけつけるか。なんですか、どう、いけてる。でも今日服がさ黒にコンってミスマッチ。これピンク見えないんだね、あんまり。早くグミ食べます。グミ食べます。このでっかい羽が出てくれると嬉しい。だってさ、羽が紫と水色とピンクと、このプリンセスエルちゃんが3種類と、あとスカイトーンっていうやつと、プリンセスエルのマグっていうのと、大きな羽群。プリンセスエルのグミも入ってるかも。じゃあ基本は、1、2、3、あ、そういうことね。理解できなかったです。なんか何事もなくこの耳をつけている。もう慣れたから大丈夫。かわいい、ありがとう。もう5万円です、私なんか壇上に鳩が結構乗ってて、すごくなんかさ、金の鳩とか、惑星、お腹に宇宙いる鳩。わー、いい匂いする。開かないわ。開いた開いた。あ、しっかりと。おお、大きい羽が2つも入ってる。食べる？え、羽3つ？なんかユハのための具。え、すごい奇跡起きてる。あ、そんなともない。見た。え、すごいよ。なんか全部で1。すごい、全部で1、2、3。ごめん、落としました。これ落としちゃっただけどユーハの体の上だから大丈夫。3秒ルール妹にあげます。羽、そう、全部で1、2、3、4、5、7個くらい入ってる。多分個じゃなくてグラム系だと思うけど、まあそんなことは気にせず。何？トラが来た。何これ、すごいね。ありがとうございます。そうでさ、おっきい羽のグミ入ってたらいいなって思ってたらさ、羽が、おっきい羽が2個と、ちっちゃい羽が3個と、あとプリンセスエルちゃんが2つ。すごい、羽祭り、え、
普通なのかな。でもこのとかストーンとか入ってない。じゃあ羽食べます。かわちい羽、ユーハの羽。え、めっちゃ可愛いね。ハートついてる。可愛い。まあこれをちぎったらハートになるっぽいのでちぎります。え、だって書いてあるんだから。そう。かわいいね、ほんとに。YouTube。意外と綺麗な。ああ。はい。切れた。ハートになった。かわいい。かわいいね。いただきます。それアクスタサイズに合いそう。確かに。いい感じの硬さ。おいしい。これは何味って書いてあったっけ。この色はね、グレープ。これグレープ味。ピンクと青と紫があって、ピンクはアップル、水色はソーダ、紫はグレープだってさ。うん、おいしい。硬めと柔らかめどっちが好き？ユハはグミは硬めのグミが好きです。なんかね、この色じゃないやつ、ピンクとかの方はジュレが入ってで気になるから食べます。あ、こっちは柔らかいのかな。これがプリンセスエルちゃん。おいちいって言わないとね。かわちいだからおいちいだ。うん、うん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 。おいちいですよ。あれはお味はソーダ味、ジュレなんかね、ベースは一緒なんだけど上にジュレが乗ってる感じでした。伝わらないかも。伝わらないけど美味しかった。まだあるけど取っておきます。あ、水色の羽、あ、羽じゃない、いいね。シュワシュワするのしない系です。
ゆはみ格闘のグミありますか？今日はないです。今日は本当にこの2つしかないので、ね、今度グミ総選挙しよう。いいね、楽しそう。そんなでもめっちゃグミ食べるってほどグミ食べる人じゃないけど、でもグミをなんかグミいろんなのあるからめっちゃ楽しい。けどイハさ、あれ多分自分で選ぶってなったらあのハードグミしか買ってこないくなっちゃうんだけど絶対そうなる、絶対偏りが出てくる。昨日もこんな服の話でこんな話した。そう、硬いのばっかりで顎疲れそうで確かになんかそのうちもこの辺しんどくなる。めっちゃルアーとコラボグミ配信してほしい。ルアーね、ルアーいつもグミのイメージあるな。めっちゃグミのイメージ。でもいや、ユーハやっぱそんなにグミ食べないな。うん、地球グミとか食べたことある？地球グミはね、地球グミか、地球グミはないかもしれ、あ、でもあるかな、なんか一口だけか食べたことある気がします。あんまり興味は湧かなかった。ポキさんもグミ食べてるね。ユーナもめっちゃグミ、ユーナもめっちゃグミって、ユーナにこの前、ユーナがチョコボールのグミ食べてて、チョコボールの中にグミが入ってる、グミチョコにハマってるって言ってそれを食べてて、そういうのもその前にねちょうど同じの食べてて美味しいよねっていう話をしました。チョコボールの中にグミ、そうそうなの、不思議でしょ、不思議すぎてめっちゃ買っちゃった、すぐ気になって。そういうね不思議な食べ物が好きなの、ユーハ。想像つかない食べ物を食べたい系の人で食べちゃうんですよね、そのよくわからないやつを想像がつかないやつを食べたくて。なんかチョコ、普通のチョコとアロエヨーグルト、アロエヨーグルトとコラボしてる方と普通のチョコがあるんだけど、イハはアロエ派、ヨーグルト味派でした。どっちも美味しかった。ユーナにね、そうチョコ、普通のチョコの方はユーナに一粒もらって食べたんだけど、どっちも美味しかったけどアロエ派です。チャレンジするの好きなのね。そう、あの珍しいものが好きです。あとなんだろうな、最近食べた珍しいもの思い浮かばない。そんなに食べてないな。でもなんかうん、なんだろう、
まり珍しい、なんか珍しいものを思い出そうとしても何が珍しくて何が珍しくないかちょっと分かんない。こんばんは。これは失敗したっていうやつある。なんかあった最近。あ、これは違うなって思ったけど、どうだったかな。どうだったかな。思い出せないな。アイスも冒険する。アイスも冒険する。いちごのチョコが好きなんじゃないの？そうだよ、いちごのチョコが一番好きです。うん、いちごチョコが一番だけど、だからといっていちご、なんか毎回毎回いちごのものを買うわけでもない。って感じですね。もしかしてサーティワン制覇してる？さすがにしてない。でもしたいね、楽しそう。サーティワンはだいたい季節限定、なんか今月この月限定のフレーバーを食べます。なんか気になるんだよね興味をそそられて限定って美味しく見えます。そう、美味しそうだいいお客さんだ、いいお客さんになってるかな。この間ポッピングシャワー初めて食べた。美味しいよね。美味しい。ポッピングシャワー美味しいけどあんまり頼まない。妹はいつもポッピングシャワーを頼んでる。マックとか食べる？マックあんまり行かないんだよね。でもめっちゃ好きだけど、なんか行く機会があんまりなくて。でもこの前普通にお仕事のお昼ご飯でマック食べた。油淋鶏バーガーじゃなくてそれ違った。なんだっけな、チリなんだっけ、エビチリバーガーみたいな今限定のやつ食べました。美味しかった。スイートチリ。ハーゲンダッツのストロベリーホワイトショコラ美味しかった。それは名前から美味しそう。もう絶対に美味しいじゃん。うわー、サーティワン食べたい。イモコと一緒にサーティワン行ったら支払いはいいわ。あの子は基本的にあの私がお金をね出してあげる。お姉ちゃんしてますよ、ちゃんと。絶対にね。違うね、おねだり上手なんだよね、すごい。今日は自分で買ってもらうぞってめっちゃ心に決めてる時もあるんだけど、ダメなんだよね。何か騙されているんだよね、妹に。
さすが猫瓶、猫瓶、さすが猫瓶瓶問題どうしようかね。おねだり上手の芋瓶ね、本当にゆうはにもそのさ、あのおねだり、おねだり、おねだりスキルくださいって思う。おねだりできないのよ。まあまあまあ、おねだりってどうやって何をおねだりするんでしょうかね。難しいよね。妹とか弟はどこの家庭でも上手。なるほどね。そうなのか。そうなのか。そうだよね。かゆい。なんか刺された。そう、充電器刺しました。心配になっちゃった。いやそれで大丈夫だよ。ありがとうございます。まあでもちょっとずつね、ちょっと妹から盗んでいこうと思います。ココちゃんに伝授してもらうしか。ココちゃんおねだり上手。おねだりされるのとかたまらない。おねだりされたいのか、みんなさんはおねだりされたいんですか。待って待って、充電器さしながらするとマシモさんに怒られてしまう。そうなの。でも充電しながらやるの良くないんだよね、確か。バッテリーの劣化が早いって聞いた。知っている、知っていながらやってる。おねだりってむずいよね。いはちゃんにおねだりされたい。おしゃべり会でおねだりのブーツ、みんながおねだりをされたい。何をおねだりされたいですか。おねだり枠、さ、ちょっとそれはダメでしょうね。ちょっとすごい
さ、面白いね、みんな。ちょっと喉が渇いたので水飲んでいいですかね。すいませんね、この部屋乾燥してる。よいしょ、グミのせいか。ふん、よいしょ。エアコンが乾燥してるって言ったから怒った、ごめん。止まっちゃったやばい、エアコンに文句言ったからエアコン止まっちゃった。そんな心があるんだね、やっぱりエアコンにも心があるんだ。あんまり悪いことは言っちゃいけないですね。反抗されてる、ごめんってエアコンごめんって。そろそろこれ外したいな。まあまあいいや、今日はこれつけたまま配信する。エアコンにおねだりしないと、エアコンにおねだり。うん、エアコンにおねだり、エアコンにするおねだりできないのはちょっと問題ありありですね。いや、エアコンにおねだりって何？ちょっとわかんないんだけど、なん、おねだり、ダメだ、エアコンにするおねだりができない、それは本当に問題だ。なん、ついてくれないかな。これイハの心の声が漏れてるだけになってるよね絶対。エアコン頑張って、これ応援してるだけになってるよね。何が正解？エアコン。頑張って。あ、分かった。エアコンごめんね。頑張って温めてほしいな、この部屋を。はい。これっておねだりって言うかな。絶対言わないよね。言う？もうおねだりが何なのかもわかんなくなっちゃったよ。でももう頑張ってくれなそうだ。エアコンでおねだり練習する。エアコンがおねだり、エアコン、まあまあ、まずは人より先に物におねだりできるようにならないと、ちょっと人間ってレベル高い、かなり高いから、エアコンがレベル1だとしたら人間はレベル100くらいかな。これ絶対におねだりできてないですね、絶対。仕方ないですね。だってしね、そう、ちょっとなんかエアコンの心の声でさ、コメントしてくれてるけどさ、そんなこと思ってなさそうなんだけど、この辺も。
もっと猫で。もっと猫でおねだり。温めてほしいやん。これで届くかな。本当に届いてほしいんだ。寒いんだよ、こっちは。頑張ってくれ。こりゃダメですね、きっと。もう諦めた方が良さそうです。こちらの心は温まりました。あ、それは良かったです。心の中のエアコンは温まった。頑張って、本当に。ニューハンのそんな乾燥してるの一言でそんな拗ねないでもらって、温まったからセーブしてるんじゃないの。うん、多分そうだと思うんだけど、部屋自体はきっとあったかいんだと思うけど、なんかさ、わかりますか、部屋の下の方ってやっぱさ寒いし、エアコンの風があるとないとで全然違うの。お、動き出す予感がする。こんなエアコントークで一生話して、カラオケしたいんだ。あれ、昨日まであったイヤホンがない。あー、治ってきた、ありがとう。あ、来た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 、ありがとう。本当に気持ちが届いたのかな、ありがとう。今日眉毛が、センキュー、エアコン大好き。イヤホンがない。大好き、いただきました。エアコンに届きました。これでブンブン頑張ってくれるでしょう。とりあえずメンバーにおねだりしてみる。メンバーにおねだりするのが一番さ難しい気がする。なんかその普段そういう感じでいないから。あー、ちゃんと動いてくれてる、ありがとう。ちょっと持ってこようかな、イヤホン持ってきます。多分あるはず。
ただいま。エアコン結構な音量だよね。おねだりしやすい先輩メンバーはね、先輩におねだりなんてできないです。まず本当に人におねだりをして生きてこなかった。なんかね、いろいろママとか妹とかと話したんだけど、あんたってバカねって言われるくらい、なんかおねだりできない徐々にできるようになるね。それができればいいなと思って今頑張る、なんか頑張ることでもないかなって思うけど、まあまあちょっとね、あの普通にできるくらいにはなりたいですよね。あれだ、今までなんかそう甘えられる人、甘える人、なんて言うんだろう、甘えられる人があんまり周りにいなかったけど、今はファンの皆さんがいるわけですから、甘えられる、ちょっとよくわかんないけど、自然と慣れていければいいね。そう、そうね。恥ずかしくなってきた。なんか今になって。よいしょ。外す。結局親便問題はどうしますか？親便、親便、それをどうしよう、どうもしなくてもいいかな、もう分かんなくなっちゃった。正統派アイドルと思いきやバラエティ担当かそれはどうでしょうかね。正統派親便でいきましょう。そう、正統派親便ですよね。よし、何歌おうかな。そうね、最後は自分の好きな、そうですよねああそうだ、こっちのスマホでやってたら見れない。乃木坂さん、そう、この前ゆうなの配信で
カラオケ配信してるの見てカラオケしたくなってて、カラオケ久しぶりだね。コール解禁したら親便コールだってどうしよう。それはどうしようか。何しようかな。こんにちは。あ、コール解禁いいね、楽しそ。したらユーハーなんて呼ばれるんだろう、気になるな。何歌おうかな。その普段聴いてる曲が見れないからさ、このだ。何を歌おうか悩んで、前も歌った。長野で初コールだったゆうかちゃんがすごいびっくりした。そっか、そうだよね、びっくりするよね。ニャー KB 一回歌ったことがあるんだよね。ニャー KB猫、なんか猫の音なんかなかったっけ。猫、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 猫に、猫にとらわれ、ああ、妄想ガールフレンド。妄想ガールフレンドも前歌ったね。なんか多分猫耳つけてた時に全部さ猫系制覇しちゃってた。でもやっぱり猫耳つけてるからニャケミか。
曲目を決めるまでにこんなに時間がかかってしまって申し訳ないです。すいません、本当に。昔のアイドルなんて言ったってスキャンダルはノーサンキューだけど今は逃げられない。壁に耳あり障子に目あり、あっという間に拡散しちゃう。ネット炎上やってられない青春派。スルーでごめん、本当じゃないけど嘘でもない。どっちつかずで715日、うにゃにゃにゃうにゃにゃにゃうにゃにゃにゃたちだってトイレも行くし、時にはルールも破ってしまう。土の子パンダ読み方して、はい、でも一番しかわからない。ねえねえ、ゆうながさカラオケの音程を変えてたんだけど、どうやるんだろう。変えてなかったのか、わかんない。なんか変えてるように聞こえた。そう、どうやるんだろうなと思ってます。はい、どうやるんだろう。変えられる？やっぱりどうやってんだろうね。あ、これ違う、ね、聞いてみよう。どうやるかは分からないけど、9時半くらいまで配信できたらいいかなって思ってるから、もう一曲くらい歌いたい。うん、自分のいつも聴いてるプレイリストが見れないからなかなか思いつかない。何がいいかな。あ、10時までやってもいいな。君の名は希望だって歌ってないですね。おお、この空が鳥が歌いたい、あるのかな。ない。間違った。いけるかな。ちょっと
おねだりをできるかもしれない歌。あ、キー設定あったけど、わかんないな。どんな感じか。ちょっとね、歌だったらできるかもしれない。音がない。だって行っちゃったらもう帰ってこないかもしれないよね。あとちょっと一緒にいよう。お産がたいはないで、私なりの可愛い要素ずっと極めているんです。キーパートでしょ、乱されてるドライのフルーツ、惹かれてるのメール途中、ドロドロにアイスミルクちゃん、私腰の穴あたりぐるぐる色が変わってゆく。ねえ、好きなの好きなの、好き好き好きピン、染まりたいのはあなただけ。ねえ、好きピン好きピン、二人合わせてアイスラテの出来上がり。わがままじゃないよ、いい子ぶりでないよ、だからギュッてしてよね、こっち見て会いに来て、言えない言いたい好き。これならいける。なんであの子にいいねするの、言えないけれど見ちゃってます。もう見慣れた君の ID、 名前誕生日かわいすぎる。このモデルちゃんちょっと知らない、いつフォローしたの、こんな人がタイプなの。ピピピピエン、私だって好きな服好きな色で狙い撃ちしたかったな。バーキュー、もう好きなの好きなの、好き好き好きピン、本当は振り回したいよ。あ、たまらんたまらんたまらんすぎる、純度も湿度も 100%。 お姫様として扱ってたり。何してる、電話して言えない、言いたいけど重いのは嫌。よし、もしもし、今何してる。あー、付き合いだもんね。分かった、好きって言ってくれたら綺麗なのに。お願い聞いてね、もしも私とはに、目が覚めずにこのまま眠ってたら、キスより先に優しい言葉をかけて。絶対一人で歌うところじゃない。あれ声ずにずっと見てて。あガチのあーが出てしまった。ねえ、シュキピンシュキピンシュキシュキシュキピン、ライト級対ヘビー級、好きなの好きなの、シュキシュキシュキピン、不安で今日も眠れない、ほら、シュキピン、シュキピン、シュキシュキシュキピン、気づけば目覚まし始まる。自立シンデレラ、このままじゃ終われない。何してる、どこにいる、電話出て、もうダメだよね、これ以上しつこく。はぁ、あ、We are sweetie pie。よし、やりきりました。これ恥ずかしいね、とっても。撮りたい。これは猫耳つけてたからできるやつだね。頑張った。おねだり歌ならできる。頑張りました。ちょっとおねだり修行しよう。
ここから。何があるかな、あと。なんかある？思いつく？ないよね。思いつくのは何？ある？ワルキー、ジッパー。私はジッパーがいい。ジッパーってあるのかな？なんか公演曲ってないんだよ。ワルキー、ジッパー、呼び捨てファンタジー。なんだろう、あと歩きじゃない、あと何があるかな。あ、ないわ。ジッパーはないんだね。そう、ジッパーは歌いたかったんだよね、最近。あ、背中から抱きしめて好きだ。あるかな。背中から抱きしめて仲直りをしたいなら、言葉より強い愛で振り向かせてほしい。なさそう。あった。あ、違う、背中から抱きしめて、違う、背中から抱きしめてだった。全然さ、全然知らない方の背中から抱きしめてだった。あ、あったと思った。そっか、アカペラで。お願い背中のジッパーちょっと上げてちょうだい、甘えた声で言われる。なんだろう、あと何かあるかな。考えて。そう、違うのがあったの。めっちゃあったって思って消そうと思ったらあったってなって、もう一回調べたら違う人の方だ。考える、シンキングタイム。なんだろうね。もう思いつかない、思いつかないっていうか全然わかんない。48グループじゃないグループ。渡り鳥も入ってる。おお、そうだ、そうだったね。聞きました。何、なんか
か思いついた顔してたんだよね、うん、はい、なんだろう一回じゃあ休む何ある、うん、一回休む、一回休む、一回休まない、なんかない、何でもいい、何の曲でも、あるかわかんないんだよね、ない、妹はキスをちょうだいリクエストしてくれたんだけど、キスをちょうだいはないでした。何かいいかな、へーってため息おかしいどうしようかな、グループ気にしないならいい、あの歌いたい歌あんのに歌えない歌だから歌いたい歌いたいが歌えないんですよね、あの私今何歌いたかったかっていうと、あのフルーツジッパーさんのただ気分的に歌いたかった、今 TikTok で流行ってる、どうしようかな、ずっと悩んでる、曲選びがこんなに難しいなんて、あ、猫瓶のテロップがあんまり意味なくなっちゃった、むず、じゃあ
きなり変わるけど。僕が君を初めて意識したのは去年の6月夏の服に着替えた頃、転がってきたボールを無視してたら、僕が拾うまでコーチを見て待っていた。透明人間そう呼ばれてた。僕の存在気づいてくれたんだ。熱い雲の隙間に光が差して、グラウンドの上僕にちゃんと影ができた。いつの日からか孤独に慣れていたけど、僕が拒否してたこの世界は美しい。こんなに誰かを恋しくなる自分がいたなんて想像もできなかったこと。未来はいつだって新たなときめきと出会いの場。君の名前は希望と今知った。わざと遠い場所から君を眺めた。だけど時々その姿を見失った。24時間心が空っぽで、僕は一人では生きられなくなったんだ。孤独より居心地がいい。愛のそばで幸せを感じた。人の群れに逃げ込み紛れてても、人生の意味を誰も教えてくれないだろう。悲しみの雨打たれて足元を見た。土のその上にそう確かに僕はいた。こんなに心が切なくなる恋ってあるんだね。キラキラと輝いている。同じ今日だって僕らの足跡は続いてる。君の名前は希望と今知った。もし君が振り向かなくても、その微笑みを僕は忘れない。どんな時も君がいることを信じて、まっすぐ歩いて行こう。何にも分かっていないんだ、自分のことなんて。真実の叫びを聞こうさあ。こんなに誰かを恋しくなる自分がいたなんて想像もできなかったこと。未来はいつだって新たなときめきと出会いの場。君の名前は希望と今知った。希望とは明日の空。
なんか歌唱力の時に下、そうハモリをほとんど歌ってたから全然本当の音程が一瞬頭の中でわからないってなったけど合ってたかな。そうそう、そうだった。しっかりした音程で歌ったの久しぶり。ハモりそうになった。一人でハモれない。下のハモリ歌いそうになった。さてまだまだいけますよ。思い出した、歌いたいの。今日はちょっといろんなグループの歌を歌っていこうと思いますと言ったけど、続けて乃木坂さんのです。右のイヤホンの線を左耳にかけると歌います。ゆうはの耳ってねかかんないんですよね。耳が変な形してて柔らかい。自転車で追いかけたあのバスに引き離されて、窓際で不思議そうに君が僕を見る。交差点赤で追いついても何にもできない僕なのに、今朝はなぜあんな向きになってペダル漕いだのだろう。不意に僕は目覚めてしまった。電流走ったように初めて君に恋をした。ついに僕は目覚めてしまった。今までとは違うんだ。刺激的な君との出会い、ロマンスのスタート。純情が服を着た、いけてないそう僕なんだ。バス停で待ってるとかそんな勇気ない。切ない気持ち押されるように、全力で何かをしたかった。遠ざかるバスは誰も知らない、僕だけの憧れ。ある日君にハート奪われた。偶然見かけただけで本当の恋に落ちたんだ。そうさ君にハート奪われた。驚くほど簡単に僕のことに気づいてくれたら、ロマンスのスタート。こんばんは。不意に僕は目覚めてしまった。電流走ったように初めて君に恋をした。ついに僕は目覚めてしまった。今までとは違うんだ。刺激的な君との出会い、ロマンスのロマンスのロマンスのスタート。やばい、またエアコンが起こ
っている。まあでも結構あったかいからいいや。さっきなんでかって言うと、さっきあったかくなったからで、ね。うん。エアコンはもう頑張ってくれたから、何がいいかな。次なんか歌うってさっき言ったね。あ、思い出した。わざとかわいい。歌えるかな。つられてしまいました。なんです、君のせいじゃない。 Oh yeah yeah, Oh yeah yeah, Oh yeah yeah, Oh。 また今日も君を見かけたよ。じゃなくて僕が君を探しているのかな。女子高生が溢れている、ラッシュアワーにいつだって目に留まるんだ。カーディガンの袖口を少しだけ長めにして、両手でグーしてるのがわざと可愛い。見事に釣られました。下唇噛む癖まで、なんだか全部キュンとする。小首をかしげたって、見られているって意識しているのかな。もうハマりました。なぜだろう、いつも目を引くんだ。この世に女の子いっぱいいるのにね。毒もみたいなタイプじゃなく、どこにでもいるような普通っぽさがいいんだ。
目が合ってもキョトンとしてそうじっとこっち見てる君のその困り顔があざと可愛い狙っているんですか無意識ではなくて計算心が読み取れないんです悲しい顔されたら騙されたっても全然構わない僕は君が好きどんな仕草もどんな表情も君の思惑に僕は振り回されてる見事に釣られました下唇噛む癖までなんだか全部キュンとする僕首をかしげたって見られているって意識しているのかなもう離れました Yeah yeah Oh yeah yeah Oh yeah yeah Oh 君が好きなんだ Oh yeah yeah Oh yeah yeah Oh もう45分だ早いよね すごいなんか新鮮ですねあんまりさ坂道さんの曲今まで歌ってこなかったからあとなんだろうなゆはちゃんの歌声好きありがとう歌と声全然違うよね今日はあざとねだりゆうちゃんそう、うん、そういうことですよ今日はあざとく いきますだからなんかそういう歌歌いたいなんだろうわかった。毎回一曲歌ってから配信始めればいいか。おねだりソングじゃないですか題名がずっと将来の夢はあなんかずれてるドレスを着て舞踏会超可愛い大人になれば勝手になれるものだと思ってたあれあれ気づけば武闘派のキュート社会人優雅なモーニングはこの世界になくてスヌーズは騒がしいでも魔法使いは見てるもんお姫様にしてよ
ほら白馬乗って渋谷駆け巡ろうよ、毒リンゴかじって眠りにつこう、ガラスの靴は片方だけかい、ああ止まってしまった。全員拾い行こうな、全員拾い行こうな、全員拾い行こうな。クラブさんの曲だね、完全に。もう充電がないって、 20% しかないって、残念。一瞬充電しよう。そんな一瞬の充電で変わるものなのかな。でももう時間もないからね。なんて言ったって2時間も頑張ってくれたんだから、ゆうはの携帯が2時間も配信に耐えてくれるなんて稀なことですよ。最後1曲ちゃんと歌って終わりたいけど、なんかめっちゃ可愛い王道ソングないですか。ある？スマホもエアコンも猫瓶も頑張りました、頑張りました。最後は猫瓶で歌おうか。ボブに見える。ザ・アイドル。初心に帰ってアイドル。ああ。猫瓶。バルキー。バルキーならね、歌えるよ。バルキーでもめっちゃ歌ってる気がする、何回か。でも絶対途中でさ充電来ると思うんだよね。 20% です。音がしないです、音がしないです。音がしなかった。だってそれは最後にそんなのは悔しい。なんで歌わせないのか、ゆうはに。絶対歌わせない気だよね。すごくいいところで 20% ですって言われた。おこだよ。あ、ダメだ。機械にも怒っちゃいけないんだよ。携帯頑張ってね、お願いだから。充電途中で切れたりしたらダメなんだからね。頑張るんだよ。もう
もうこれで来ないんだから。やばい、時間がやばいな。肉を触らせてよ、どんな感じなのか興味があるのよ、男の子って不思議だね。一番だけ、いや全部いけるな。途中で男女読みます。今日のバッグなんだか重くて、そうだかに持ってほしかった、だからちょっと頭を絞ってハートをつってみた。甘いため息ひとつちらりと見ておねだりするの猫瓶。筋肉を触らせてよ、どれくらい硬いの、女の子には興味津々、たくましさ見てみたいのよ、な感じなのか。ワクワクしてるわ、上腕二頭筋ってセクシーだね。これを持って男らしいマッチョがタイプよ、でも本当はそんなことないけど、じっと見つめを立ててあげなきゃ、何にも釣れないわ。こっちが頼むんじゃなくて、やらせてくれって頼まれるように、ゆっき筋肉を抱く、間違えちゃったよ。いつの日かどこかで私のために頑張って、ああ折れるくらい強く胸が熱くなるよ、腹筋だって割れてるし、これも持って。壇上を読みます。ちょっとダメ、無理か、いける、いやいけない、あとでまとめてみます。最後何にしようかな。髪をかき投げる、間違えちゃった、もうダメだ。ように反応を見るわ、アルビン筋肉を触らせてよ、どれくらい硬いの、女の子には興味津々、たくましさ見てみたいのよ、どんな感じなのか。ワクワクしてるわ、上腕二頭筋ってセクシーだね。全部持って、もう面白い、面白い、なんかあんまりあざとくない悪気になっちゃったけど、壇上もう読み始めます。13位イチョールさん、ありがとうございます。最後は決める12位ひでひでさん、ありがとうございます。11位タムちゃんさん、ありがとうございます。10位わたるちさん、ありがとうございます。9位デラペンペンさん、ありがとうございます。8位ダンヤさん、ありがとうございます。7位なおくんさん、ありがとうございます。6位いちごパワーさん、ありがとうございます。5位はやかぜさん、ありがとうございます。4位中村ランドエジュ水道橋博士さん、ありがとうございます。3位ノーネームさん、ありがとうございます。2位みやさん、ありがとうございます。1位 N さん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ギリギリ、もうわけわからなくなっちゃって、最後いっぱいゆは、な、何言いたかったか、ゆはき、ゆはきって言いたかったんだけどさ、もう瓶に洗脳されちゃった。なんかスクショタイムしとこう。
がとうございました。ありがとうございました。おやすみ、おやすみなさい。バイバーイ。